納豆はなぜ健康にいいのか。そのもの納豆菌の秘密を探ります。畑の肉と言われるほど栄養価の高い大豆。大豆はタンパク質が豊富で、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルの五大栄養素をすべて含み、食物繊維も豊富です。蒸した大豆を納豆菌で発酵させて作られるのが納豆です。納豆菌により大豆の栄養素は吸収しやすくなり、新たな機能性成分も生み出されます。納豆はなぜ健康にいいのか、1032人の医師に聞きました。期待できる納豆の効果として、 50% 以上の医師が整腸作用を、 46% が免疫力アップを、次いで血栓や感染症、アレルギーの予防などを評価しています。こうした納豆がもたらす様々な健康効果は、納豆菌が生きたまま腸に届き、活発に働くことで引き出されます。しかし、すべての納豆菌が生きたまま腸に届くわけではありません。どうすれば納豆菌を生きたまま腸に届けることができるのか、その秘密を探ってみましょう。まず、生の納豆を顕微鏡で見ます。黒く細長く見えるのがそのもの納豆菌です。生の納豆に含まれる納豆菌のほとんどは、元気に活動する栄養細胞の状態です。では、生の納豆を凍結乾燥し、粉末にした粉の納豆を顕微鏡で見ます。青白く見えるのが、芽胞と呼ばれる休眠状態に入った納豆菌。粉の納豆の中の納豆菌は、ほとんどが強い殻に包まれた芽胞状態です。姿形が違うけれど、どちらも同じ納豆菌。実は、生きたまま腸まで届くかどうか、その秘密はこの形にあります。納豆菌が腸まで生きて届くために、最大の難関は胃の中です。胃の中ではタンパク質を分解消化する強力な胃酸が分泌され、多くの病原菌の侵入を防いでいます。それでは、胃から腸内を想定し実験してみましょう。画面左は生の納豆の納豆菌、右は粉の納豆の納豆菌です。左の栄養細胞は元気に増殖していますが、右の芽胞は休眠中です。胃酸を流し込むと、左の栄養細胞はすぐに動きを止め、元の状態に戻しても復活できません。胃酸に負けてしまったようです。一方、粉の納豆の納豆菌は休眠から覚めて動き出しました。芽胞から発芽し、元気に増殖し始めたのです。納豆菌は勢いよく増殖しています。そのもの納豆菌は、生の納豆から凍結乾燥した粉の納豆の芽胞になることで、胃酸にも負けず生きて腸に届き、復活することができるのです。2022年9月16日に、国際学術誌
ニュートリエンツに掲載された論文では、佐賀県江北町に住む成人男女205名の腸内細菌層を2ヶ月間にわたり調査した独自の研究結果が報告されました。その研究において、その後の納豆菌による納豆粉末は腸内フローラを整えるプロバイオティクスとしての可能性が示唆されています。論文ではビフィズス菌やブラウティア菌の占有率の変化や、納豆などの発酵食品を食べる習慣がなく、ビフィズス菌が少ない人への影響などがまとめられています。全身の免疫細胞の6割が存在する腸、免疫力を上げるには腸内環境を正常に保つことが重要です。近年の研究からは、腸内細菌は体だけでなく心の状態にも影響を与える脳腸相関が明らかにされています。古来、日本人の健康を支えてきた納豆、生きて腸まで届くそのもの納豆菌は、最新の技術で進化し、現代の私たちの健康に寄り添っています。